はい、どうも、こんにちは。またお昼を作っていこうかなと思うんですけど、すいません、ラーメンをね、作ろうと思ってるんですよ。ちょっとね、味噌ラーメンがね、いくつか余っちゃってるんですよ、冷蔵庫の中に。なので、それを使っていこうかなと思ってるんですけど、トマト入れて、キムチ入れて、ね、健康的に。トマキム味噌ラーメンっていうのを作っていこうかななんて思ってるんで、ちょっと、久しぶりに料理行きますんで、見てってください。こんな感じです。どうぞ、スタートです。はい、じゃあ今からお昼を作っていきますね。トマキム味噌ラーメンっていうのを作ろうかなと思っております。トマト入れるんでオリーブオイルにしましょうか。ここにひき肉ちょっと炒めていきます。で、ここで、佐藤健君が毎日食べてるというキムチ、これで、トマキムにもキムチ味を一回作ります。はい、こうやって炒めます。ではここに炒め野菜も入れます。キャベツともやしですね。これでもこう味を出していきます。今日はね、簡単な、まあでも久しぶりに料理だな、なんか。これ水ですね。で、そこにいつものウェイパーをちょっと入れますね。こんな感じで。煮立つまで待ちます。これ茹で上がったらね、このね、麺もね、入れていくので、とりあえずは。はい、こんな感じで少し煮立ってきたので、ここに、一緒に入ってるスープですね、味噌スープ。この味噌スープを、こうやって入れていきます。こう味噌を溶かしたら、ここに、トマト。トマトをね、半分ぐらいですかね。こんな感じで。入れます。トマトとねキムチって案外合うんですよね。じゃあもうここに麺も入れちゃって一緒に茹でていきます。はい、これでもうある程度沸騰したら、完成なので盛り付けていきます。じゃあこれを盛り付けていきます。はい、どうもこんにちは。全ては計算づく独特すぎる佐藤健のすごい宣伝戦略だそうです。なんすかね、これフライデーデジタル。何を今更と言われそうだけど、佐藤健はやばいくらいにいいよとかさ。何を今更ですね。最近そのことを富に感じてしまうのは理由がある。昨年、女性数人と雑誌の企画について打ち合わせをしていた時のこと、参加者4人のスマホのバイブが一斉になった。私のスマホも漏れなくブルブルと揺れていた。まあ、すべて佐藤健、公式 LINE からだ。LINE 事件は会議室だけにとどまらなかった。今年に入ってからバスに乗車中、彼から LINE が届く。その瞬間、車内が明らかに小さくざわついていて、ガサゴソとスマホを取り出している様子を2人確認と。私もカウントすると、たった1台のバスに3人の女性が彼の LINE に友達登録して、もうすごいです。ちなみに私は約100万人の Twitter フォロワーの数を誇るしのこさんが佐藤の LINE のことをつぶやいていたことでアカウントしたと。しぬこさんは、自分の日常婚活のことをひたすら自虐ネタも含めて発信している人気者を、彼女が言っているから間違いなく面白いはずだと興味本位で登録したら本当に面白くて、まさに舌を巻くと。たけるくんの公式 LINE の友達数は現在440万人を突破。公式アカウントを所持している著名人は数多くいるけど、積極的に活用している人はあまり聞かないと。友達数も少なく、かつてのブログ状態で放置されてると聞く。それはそうだろう。いくら推しでも朝から晩まで宣伝ラインがピコピコなっているのは負担だと。他にも推しの近況を知ることができるツールはたくさんあるのだから、何も LINE に固執することはない。でもたけるくんの LINE は一味違う。 PV 数が増えるという21時ぐらいの絶妙なタイミングで、調子はどうですか、後で電話していい、後で LINE するなど、可愛らしいスタンプで彼氏のごとく連絡が来ると。もちろん彼の宣伝情報もあるけど、例えばカレンダー発売に関してのカレンダー見た後オフショットを送信、あからさまに購入用の URL を貼ってくるような、彼女には失礼なことはしないと。その様子を見ていると、全ての彼のブランディングイコール経営戦略は俳優という枠を超えていること。まあまあそうですね、そこら辺うまいです。僕はね、ちょっとね、すいません、たけるくんのね、公式 LINE にね、登録してないんですよね。だからね、昨日はね、シュガーをね、見逃してしまったんですよ。なので、後追いで見たんですけど、もう金曜日だって油断してたんでね、普通にね、携帯をね、
スマホを充電したまま放置してたんですよ。そしたら後で知ったんですよ、ね、後でなんかシュガーがあったっていうのが僕の YouTube コメントに来てたんで、マジってな感じになりましたけど、どんな世界でも言われることであるが、売れるためのオリジナルを追求するのがベストらしい。周囲と同じことをしたらダメということだ。で、だとするとここ数年タケル君が見せている素晴らしい計算方式が完全確立されているのではないか。2015年には天皇の料理番で主演、2012年からシリーズがスタートルーロケンでは2021年に最終章、4作がシリーズか。あ、そう、今日はね、ルーローニケンシンね、チャンネル猫でやってるんですけど、僕はしっかりね、録画予約しときました。もう3作全部、一挙放送ってのがあったんで、それをちょっと予約しときましたよ。そんなスター俳優が2018年には、義母と娘のブルースで転職を繰り返す感じのチャラ男を演じていたのが驚いた。で、2019年には恋つづで、ドエス一緒演じて、イチャコラシーンで全国の女性視聴者をド M に転じさせたと。その彼がタケル君がライン始めたのもこの頃、まあそうですね。 YouTube はバラエティ感が強く感じる、売れっ子俳優が あえて乗り出すシーンではない。ただ現在登録数は197万人と2020年の開催チャンネルで第3位の記録をキープして、順調に彼への信者が増え続けている。この全ては彼の頭の良さから成り立っているような気がしてならない。まあ頭いいですからね、本当ね。年初に出演した佐藤健&千鳥信代、まあ謎解きね、の番組で、図の明晰ぶりが、披露されていたと。クイズ王にありがちな俺知ってますからの言わんばかりのうざったさもなく、スマートにクイズを解いていた佐藤、頭が良くて顔がいい、無敵街道を更新している。まあそうね、このままで彼の築いてきた実績を振り返ってきたけれどスタッフが切り開くというよりは全て自分で考えて行動している予感がしてきた。どうなんですかね、まあ、スタッフも相当考えて練ってるんじゃないですか、ね、チームでね。でもタケル君もものすごくブランディングを考えてるでしょうけどね。2021年はどんな、構想を練って私たちの心を潤わせてくれるのだろう。いずれにしてもビジュアルにが良いだけでは生き残っていけない。そこに戦略が加わっていることで売り出していく仕掛けは何十倍にも楽しくなる。そんなことを佐藤タケルは身をもって証明してしまった。今後デビュー予定の新人俳優たちは大変だ。まあまあそうね、そう、まあ、この人はファンなんでしょうね。エッセイスト、ライター、編集者だそうです。まあまあでも確かに今あの佐藤健君の行動っていうのは本当に僕も1年追ってきましたけど、他の明らかに他のね俳優さんとは一線を画す活動をしてるなぁなんてまあ思わせてくれる感じですね。あんまりね出演本数が多くないにもかかわらず、このなんていうんですかね、自分のファンをがっちりキープさせ続けれるっていうこの凄さね、本当にうまいなって感じはしますね。な感じです。ではでは、じゃあ麺の方いきますね。うん、うまい。